ベリオ。その程度ボンバーだ。レビオット。ヘキャット先生、お互いを粉々にしたいなら放課後にやることだね。生徒は毎年来るが、ヘブリディーズブラック種の頭蓋骨はこれだけなんだ。1878年の大密漁者狩りの押収品なんだ。聞いたことあるだろ。ん、気になるかい。こんな老婆が一体どうやってたった一人でウェールズ東部最大の密漁者集団を壊滅させたのかが知識さ。賢人に年齢はってなきがごとし。今日学ぶのは、闇の魔法使いにやられそうになった私を数えきれないほど救ってくれた呪文、レビオーソだ。レビオーソ、ただの浮遊呪文だろ。レビオーソ、敵は丸腰も同然。身を守れるかい、プルウェット。無理だろ。私が無言者として学んだことの一つはシンプルであることだ。戦いにおいて特に重要だよ。じゃあ早速実践しようじゃないか。少しずつやっていこう。次は少し大きいものを試そう。まずは基礎呪文から始めるよ。人形が呪文を跳ね返しただろう。今度は先にレビオスをかけてから基礎呪文を唱えるんだ。よく覚えておくこと。今日疲れた敵はよろしい。次は基礎呪文だよ。よくやったね。よろしい。決闘に勝る練習方法はないからね。まずはそこの二人、両者位置について。ホグワーツ式の歓迎だな。さて、公平な決闘だよ。使うのはレビオーソ、基礎呪文プロテゴだけだ。はじめ。こいつは楽勝だ。プロテゴ、キューティファイ、レビオーソ。やっかいだな。悪くないな。まあね。私の覚えが耳やから設定は激しいものだ。みんながこんな風に優秀なのね。初心者にしてはやるな。負けてなかったぞ。困らせたのによく乗り越えてみせたね。レイヴンクローに加点。
ありがとうございます。いい実践の機会になりました。今日の出来をそのまま信じてもいいならあんたは大いに期待できるね。私は生徒に完璧を求める。全員その素質がある。だから絶対にできなきゃならない。闇の魔法使い、いやゴブリンの方が現実的か。そういった敵と戦うのは教室での決闘とは全くわけが違うんだよ。わかりました先生。だから暇を見つけて練習することだよ。ミスターサローならいいアイデアがあるかもしれないね。とにかく今日はよくやった。近いうちに追加の課題を渡すよ。さて一日の内容としては十分だ。今日はここまで。よくやった。楽しかったね。すごい決闘だったな。みんなの噂の的になるぞ。確かにいい練習だった。練習？達人と決闘してるような気分だったぜ。僕はセバスチャン・サローだ。新入生がこんなに杖を使えるとは思わなかった。もしかして決闘は初めてじゃなかったのか？うん、初めてだよ。コツをつかんだのかもね。とぼけるのは勝手だが、僕はバカじゃない。魔法には意志と才能が必要だ。そうだな、君なら特別な決闘組織に向いてるかもしれない。非公式のだけど。非公式？どうなんだろう。校則には理由があるものだよ。生徒に隠し事をするためにな。僕たちを未熟だって決めつけて教えてくれないことだらけだ。ホグワーツでの生活を思い切り楽しみたいならたまにはルールを曲げることも覚えた方がいい。秘密の決闘クラブに参加したり、図書館の禁書の棚に忍び込んだりとかな。捕まらないだけの賢さが求められることになるぞ。ありがとうセバスチャン。忘れないようにする。話せて楽しかったぜ。すぐにまた会えるかもな。どこか許可されてない場所で。今日の強さがただの運か実力か見せてくれよ。時計台の入り口近くでルーカン・ブラトルビーを探せ。興味があればな。じゃあまたな。